ナショナルトレジャーリンカーン暗殺者の日記は2007年公開のアメリカ映画2004年に公開された映画ナショナルトレジャーの続編であるまたニコラス・ケイジが主演した作品で一番興行収入が高いニコラス・ケイジはこの作品で第28回ゴールデン・ラズベリー賞最低段優勝にノミネートされたニコラス・ケージとエド・ハリスは ザ・ロックで共演をして以来、またダイアン・クルーガーも、エド・ハリスと、敬愛なるベートーベンで共演して以来、共に二度目になる。ソフト化の際、ナショナルトレジャーにリンカーン暗殺者の日記に開題。当作品、デジャブ、パイレーツ・オブ・カリビアン、ワールド・エンドのブラック・アイマー制作三作品の日本、公開応援プロジェクト、総合プロデューサーを、前作の日本公開宣伝プロデューサー、 新庄剛が務めた。歴史学者、ベンのもとに古美術賞のウィルキンソンが訪れる。彼がベンに見せたのは、リンカーン大統領暗殺事件の犯人ジョン・ウィルクスブースの日記の失われた18ページだった。そこには、ベンの祖先が暗殺事件に関与していたという記録が残っていた。ベンは歴史的な遺産に隠された数々の暗号を解読しながら、 一族に着せられた汚名を注ぐべく真相の究明に奔走する。前作に続いて多くの歴史的建造物で撮影が行われた。ディズニープレスからこの映画のノベライズが出版されている。ナショナルトレジャーにブック・オブ・シークレッツ・ザ・ジュニア・ノベルでは撮影されたものと内容が少し異なる。チェンジング・タイズ・エー・ゲイツ・ファミリー・ミステリーはゲイツ家の歴史について書かれている。 DVD とブルーレイディスクがアメリカでは2008年5月20日に、日本では6月4日に発売された。ソフト化に伴いタイトルがナショナルトレジャーにリンカーン暗殺者の日記に変更された。ありがとうございます。